ありがたく思え。おかげで立派な枢機卿のまま死ねるのだからな。おのれ。残念だ。これで私は英雄の座を降り、大陸史に残る滞在人となる。終戦になればやっと俺はシェフに戻れるんだな。私も大学に戻れるわ。生きて終戦を迎えられることが。まだし、それにしてもあの九太少尉はすごいですね。陸上戦艦マーモットを破壊、敵の親玉を見事に成敗。どんだけヒーローですか。そん、私の弟も彼の部隊にいたのよね。へえ、活躍したのかい。私のようにあの子をビシビシしごける人間がいれば少しは働いたかもね。まあいないだろうな。グスルグさんの葬儀行きたかったですね。しょうがないだろう、当直が居残りなのは。戦争がちゃんと終わったらみんな。ええ、か来るとも律儀よね。帝国軍に寝返った以上ご家族にお返しするのも難しいから。事実を公表したら親御さんたちに迷惑だもんな。最後を見取ったクルトが葬ってやる。それ、そうですよね。ここで会うのも久しぶりだな。ここに呼ばれたということは任務というかな。アイスラーの自白と家宅捜索によってちょいっとまずいものが発見された。ボルジア枢機卿が隠していたキリフ。ボルジアは戦争を利用して宗教による大陸統一を目指していたよ。要は全人類をユグド教信者世界に君臨すれば平和になる。思想そのものは皇帝と同じですね。まそんなもんだな。問題はボロジアは武力に対して宗教、平和的布教を受け入れず、武力その手段を隠していた。これは帝国領内にあるバルキュリア遺跡の一つらしいが、アイスラーの自供によるとこの中央の塔のようなものが弾道兵器なんだとさ。弾道兵器、こんな巨大なものがですか。有効射程は大陸全域にわたり、帝国首都や連邦の各主要都市でさえ一発で廃墟にできる。それが事実ならこの巨大弾道兵器とその情報をどうと帝国との終戦協定締結に向かって帝国にこいつの存在を指摘し非難するわけにもいかん。何事もなければいいんだ。巨大弾道兵器グスルグは最後に言った。頼むぞダハウト。ボルジア枢機卿と通じていたダハウ大尉がこの兵器の存在を阻止する手段は、しかしそれを俺は選べるのか。そしてこれを最初に伝えるのは。毎度どうもです。神様はお客様じゃなくて。毎度どうもです。神様はお客様じゃなくてお金様ですよね。バッチリですね。壊したら殴りますよ。
完成しましたよ。ほら、毎度どうもです。神様は お客様じゃなくてお金様ですよね。バッチリですね。壊したら殴りますよ。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。はい、できました。大事に使ってくださいね。はい、できました。完成しましたよ。ほら、バッチリですね。バッチリですね。バッチリですね。はい、できました。バッチリですね。バッチリですね。完成しましたよ。ほら、はい、できました。バッチリですね。完成しましたよ。ほら、はい、できました。はい、できました。完成しました。その装備は設計図が必要ですね。完成しましたよ。ほら、完成しましたよ。ほら、完成しましたよ。ほら、バッチリですね。完成しましたよ。ほら、はい、できました。はい、できました。バッチリですね。バッチリですね。その装備は設計図が必要ですね。バッチリですね。完成しましたよ。バッチリですね。バッチリですね。壊したら、バッチリですね。壊したら、はい、できました。バッチリですね。壊した、はい、できました。完成しましたよ。バッチリですね。完成しましたよ。バッチリですね。バッチリですね。完成しましたよ。完成しましたよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。バッチリですね。はい、できました。はい、できました。はい、できました。大事に使ってくださいね。私に話があるの？わざわざ呼び出してすまない。君には感謝している。ううん、私の方こそ。それからどうしたの？あれ、俺はもう一度ネームレスに戻り帝国に行くことにした。帝国領内に危険な巨大兵器がある。それを使われる前に破壊しなければならない。そんな無茶を承知で言う。リエラ、一緒に来てくれないか。俺と共に。あなたが行くなら。ありがとう。生きて戻れる保証はない。だから今俺は諸君も知っての通り、ガリアと帝国は、しかし帝国領内に危険な巨大弾道兵器が存在することが発覚し、これがダハウ大尉に使用される危険性があると。だが帝国領内じゃ手の出しようがねえぞ。俺はネームレスに戻り巨大弾道兵器を破壊。なんだと？正しくは国籍を捨てて
ガリア公国との関係を断ち、帝国に向かう。国籍を捨てるって、こりゃネームレスどころの騒ぎじゃないね。この時期に法を犯す以上は、国家に迷惑をかけるリスクは避けねばならない。だが、それでも俺は帝国に行かねばならないと考え。国を捨てる？ガリアに戻れば危険分子として扱われ、そんな、失うものはあまりにも多く、同時に成功、それを承知で頼む。これはガリア軍最強の俺たち422部隊にしか。最強？私たち最強なんですか？そうだ、俺たちより強い部隊は存在しない。うん、私、戦闘力だけじゃない、どんな任務でもやり遂げてきた行動力、あらゆる苦境に耐えてきた耐久力、全てにおいて俺たちがガリア軍最強だ。他にこの難しいミッションを遂行できる部隊は存在しない。まったく、何を言い出すかと思えばお前ってやつは本当に国を捨てる気なのか。クルトにだって家族がいるんだろう。それに将来だって。クルトさんはやっと正規軍士官に戻れたのに。俺だって捨てたくて捨てるわけじゃない。だが巨大弾道兵器は大陸全土が射程に入る恐ろしい兵器だ。大陸の各都市が標的となり。そんな、隊長が国を捨てる覚悟を決めるわけだ。クルトがそんなものを。またただ働きですか。出世払いはいつになるんでしょう。現実問題として、帝国領内で戦える部隊は他にないでしょうね。これまで通りやるしかねえってわけだ。結局はネームレスに逆戻りとはな。帝国に行くんだから。短い正規軍生活だったな。私が正規軍なんて冗談じゃないってね。やりましょう隊長、最強部隊の名にふさわしい戦いをしてみせますよ。隊長の戦いは僕の、僕たちの戦いです。誰かが欠けたらネームレスじゃないです。ありがとうみんな。そうね。やるぞ最後の。422部隊一同は本日をもって除隊します。もう一度ネームレスに戻り、そして帝国へ向かいます。もう会うことはないでしょう。そうか、セブン、お前さんが敵じゃなくてよかったよ。一つお願いがあります。我々の名前だけでなく国籍を消してください。了解だ。では失礼いたします。さらばだ。おい、いるか。はい、中佐。422部隊の隊員全員の死亡手続きをしろ。彼らは公国を守るために戦い、名誉の戦死を遂げたんだ。はっ、早急に手配を。保証より報告。国境を越えてきた部隊やり、ネームレスと思われます。急戦に向かう今、ガリアは動かないと。ダハウ様は奴らが来るとはな。万が一に備えていて正解だった。グスルグとリディアさんの弔い合戦だ。叩き潰すぞ。おお、相手にとって不足なし。最初から全力で当たれ。出し、おお、ダハウ様、俺は勝ちます。勝ってあなたと同じ罪を。隊長、前方にカラミティの部隊発見。また強行突破する。各員、邪魔なんてさせない。これが最後の戦いだ。
俺を信じて戦ってくれ。それでは行くぞ。